ボンジュー皆様こんにちは、ブラマニのガクです。今日はですね、こちらこの間、IKEA に行った時に見つけたミニチュア家具のセット、フーセットのご紹介させていただきたいと思います。こちらの IKEA のミニチュア家具のセット、フーセットなんですけど、もうすでに第1弾としてね、リビングルームが発売されておりまして、今回僕が買ってきたのはね、こちら第2弾のベッドルームの方になりますね。では早速箱の方から見ていきたいと思います。箱の方見えますでしょうかね。このように上の面ですとか側面ですとか反対側もそうなんですけど、このようにね、ちょっとしたイラストが印刷されておりまして、こちらね、台紙に切り込みが入っておりますので、こちらから切り取ってですね、ミニチュア家具と一緒に遊べるような仕様になっておりますね。見えますでしょうか。はい、では早速箱から出してみたいと思います。こちらのね、 IKEA のミニチュア家具のセットなんですけど、フーセットなんですけど、定価がね1999円で、日本のね IKEA のインターネットサイトからでも購入できるようなのでね、お子様だけでなくね、僕たちドールファンにもね、比較的お求めやすい価格で魅力的な商品ではないかなと思うんですけどね。こちらベッドですね、見えますでしょうか。ベッドの中にはこのようにね、お布団と、あとこれがね毛布かな、毛布とお布団と、クッション、あとぬいぐるみですね、恐竜かな、ライオン、あ、ライオンじゃないや、ワニじゃない、多分恐竜のぬいぐるみですね。恐竜のぬいぐるみにお布団ですね。またこちらのベッドね、このように伸び縮みできる仕様になってるので、ブライスさんにも使えそうですね。プラスチックのしっかりとした素材で可愛いですね。次にですね、こちらワードローブですね、見えますかね。このように開けると、あ、中にねハンガー引っ掛けられるような仕様になってますね。棚もあってすごくいいですね。こんな感じですね。こちらもね、ベッドと同じプラスチックで、はい、できてますね。で、次に、あ、こちら、ラグでしょうかね、絨毯ついてありますね。このような裏面が赤で、表面がちょっとカラフルなね、ビビッドなプリントがされ施されてる、絨毯ですね。で、こちらが赤い椅子ですね。赤いプラスチックの椅子、これね、よく IKEA で見るね、子供たちの子供部屋用の、 IKEA で売ってる子供用の椅子ですね。で、こちらがオレンジのテーブルになりますね。見えますかね。こちらもプラスチック製で、このような感じでですね、ベッドとワードローブと椅子にテーブル、こんな感じでしょうかね。すごく可愛いですよね、全体的に。で、箱の中にこのようにまたね、切り取って遊べるイラストが印刷されてますね。はい、それではね、こちらね、早速ドールハウスの中に飾ってみたいと思います。はい、それではね、今回も登場してもらいました、僕のね、折りたたみ式のドールハウスですね。一番のお気に入りなんですけどね。では早速ね、こちらのラグ、絨毯から引いていきたいと思います。絨毯このような感じですね。こんな感じかな。こちらに、じゃあこのワードローブですね、ワードローブこんな感じかな。はい、では次にね、この一番大きなベッドですね。ベッドはこんな感じかな。どうでしょうかね、こんな感じでしょうかね。こっちかな、こっちがいいかな、こっちの方がスッキリしますかね。こんな感じで、こんな感じでしょうかね。はい、こんな感じでいいかな。次にテーブルですね。次にオレンジのテーブルに、赤い椅子、こんな感じでしょうかね。どうでしょうかね、こんな感じで、かなり素敵ではないんでしょうかね。こんな感じでしょうかね。
はい、それではですね、早速、ブライスの棚の中からね、目についたこの子ですね、ボーダースピリットさんにね、ちょっと登場してもらいました。このような感じでね、どんなブライスさんですね、ベッドこんなような感じでしょうかね。ちょっとね、椅子はちっちゃいようなので、さすがにね、ブライスさんにはちょっと椅子はちっちゃいかなと思うんですけどね、まあ、ベッドもちょっとちっちゃいでしょうかね。このような感じで、まあでもこのベッドはなんていうんですか、伸び縮みが効くので、一応ブライスさんサイズにもなりそうですね。このような感じで、一番長くてこのような感じで、ボーダースピリッツさんが寝かせるとこんな感じ、まあ、ギリギリ入るかなっていう感じですのかね。お布団かけて、こちら枕ですね、枕で、はい、ギリギリブライスさん寝れますね。ブライスさんギリギリ寝れますね。それでは早速ね、椅子の方に座らせてみようと思います。こんな感じかな、こんな感じかな、見えますかね。座れましたね。まあ、ちょっとちっちゃめですけどね、テーブルも椅子もね、ブライスさんにはちょっとちっちゃめなんですけどね、まあ座れないことはないですかね。まあ、ちょっと靴脱がせたら座れるかな。靴を脱がせて座らせてみたらちょうどいいかもしれないですね。こんな感じかな、はい、このような感じ。まあ座れないこともないですね、ちっちゃいですけどね。で靴は玄関に、まあ、玄関なんかないですけどね、玄関に置いておいて、はい、このような感じですかね。恐竜のぬいぐるみですね。で次こちらワードローブですね。ワードローブ見えますかね。ワードローブを開けて、ブライスのアウトフィット入れてみたいと思います。あ、でもやっぱちっちゃめですね。ワードローブはちょっと無理みたいですね。見えますかね。ワードローブはちょっとちっちゃめかな。さすがにね、ブライスさんのアウトフィットは入らないかもしれないですね。ギリギリですね。ギリギリじゃないの、もうギリギリでも入らないですね。多分アウトフィットは無理ですけど、ちっちゃなこういったね、靴ですとかね、はい、あとはね、こういった小物類なんかは収納することができそうですね。まあこんな感じで、まあね、ブライスさんサイズのね、ミニチュア家具ではないので、まあしょうがないですけどね。まあお値段も1999円なので、まあ一応ね、ブライスさんと遊ぶという目的で、目的ではまあいいんではないかなとは思うんですけどね。はい、それではこのような感じでしょうかね。ボーダースピリッツさんもね、久しぶりに登場させてあげたらすごくね、喜んでますね、彼女もね。本当に何年ぶりでしょうかね、ボーダースピリッツさん触ったのね。あ、触ったのはまあよくお着替えさせてるのでね、触ったりはするんですけど、このようにね、一緒に遊んであげる機会はあんまりないのでね、本当にね、良かったなと思いますね。はい、はい、それではね、 IKEA のミニチュア家具フーセットの開封レビューいかがだったでしょうか。本当にね、実際にはね、大きさ的にはブライスさんには一回りちっちゃめな感じなんですけど、ただね、1999円という値段を考えてね、少し、ドールハウスごっこして遊ぶ分には十分ではないかなと思いますのでね。なのでもしね、お近くの IKEA に行かれることがございましたら、ぜひともね、手に取って見てみてくださいね。お宅のブライスですとか、またね、多分リカちゃんだったらちょうどいいのかなとは思うんですけどね。リカちゃんとかブライスさんにね、一緒に遊んであげるミニチュア家具としては本当に十分ではないかなと思いますのでね。はい、それではですね、今回 IKEA のミニチュア家具のセット、フーセットの開封レビューいかがだったでしょうか。もしね、少しでもいいなと思ってくださいましたら、グッドボタンですとかね、チャンネル登録の方どうかよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ブラマリのガクでした。オーバーボワー。